ノリノリの学児と憂鬱な曽根田選手。あんちゃんが曽根にするけどいいみたいな感じで、必要みたいな感じだった。なんでそんな上からなんですか。お願いしますで。キーパーやりたいと思う。絶対嫌。お客さんを覗いて、キーパーの人、キーパーやばい。身長何センチあるんですか。190と、それは。めっちゃモテようとしてるわ。全部モテようとしてるよ、もう。なんか痛いわ。気づいてくれました。背番号26番ゴールキーパーの太田学士です。楽しみます。背番号11番曽根田豊です、よろしくお願いします。京都市在住のモッチーです。太田選手に質問です。太田選手は、ビッシュがお好きだとお聞きしたのですが、好きな曲は何ですか。ちなみに僕はピラピロが好きですと。もう一つ質問があります。僕は中学生の時まで、キーパーをしてたんですが、キーパーのコーチングで心がけていることが何かあれば教えてください。お願いします。いきなり全然知らんやつ。いや、これだから学士への質問やから。最初ビッシュ好きなの。ビッシュ好き。ビッシュ好き言ってたな。はい。もう今の曲名とか全然、いや俺も知らんかったっす。知らんかった。この人結構なかなか怖っすよ。そう。でもロッカールームでよく踊ってますもんね。全然踊ってない。どんな感じで。こういうこと言うか。どんな感じ。朝からいやマリクのテンションや。俺もビッシュ。どの曲が好きですか。好きになったきっかけはマイランドスケープっていう曲なんですよね。そのアイナ・ジ・エンドっていう子がいるんですけど、その子の声がめっちゃ好きで、これはかっこいい曲やなって思って聴き始めたのがきっかけなんで、まあ、マイランドスケープですかね。ちなみに俺全然知識ないから、ビッシュに関して。そのどういうグループで。楽器を持たないパンクバンドっていうコンセプトなんで、だから、まあ、アイドルとはまたちょっと違う感じです。アイドルでしょ、あれ。いや、パンクバンド。パンクバンド。楽器を持たないパンクバンド。何人グループなと、アイナ・ジ・エンド、千と千尋・チッチ、ハシヤスメ、大小鳥カンパニー、リンリン、アユニティ、6人ですね。パッと出たやん。6でいいんすか。6人です。6人で。まあなんか、放送、コードちょっと引っかかるような歌詞を歌ったりとかもするんですよ。せめてアイドルみたいなこと。まあアイドルじゃないんか。アイドルじゃない。完全に否定する。アイドル、アイドル、アイドルじゃない。アイドルやん、それは。ちょっとそこはまた違うんですよ。ゴールキーパーの時に意識してるコーチングの話もしてください。あ、そう、うん、まあ意識してるのがボールサイドあった時の逆とかマークとかやっぱ見えてないことが多いんで、そこは自分が言ったりとか、そのパス受け手の選手がフリーなんかどうなんかっていうのは、その情報の一つとして言うようには心がけてますね。フリーだったり、うん、右から来てるとか、うん、寄ってるとか、そういうのはまあ俺が何しろっていうよりかはその情報を与えて判断してもらおうかなっていうふうにちょっと意識はしてますね。学児、うん、めっちゃ喋るもんな。うるさいですよ。うるさい言う。キーパーの声を神の声で言うんだよ。神が喋ってたら神。そう。学士さんが喋ったらうるさいです。神じゃないから。神じゃないから。なんでやねん。ご自身在住17歳、達也です。曽根田選手、太田選手に質問です。今の髪型へのこだわりはありますか。おもろ。はい。こだわり。俺別に試合の時も別にセットするのせんし、いやでも普通じゃないやん。普通ではない。今だってこのメッシュかな、はい、周りが結構派手やから、あの普通な感じになってるけど。普通に攻めてるよ。他のクラブやったら目立ってますよ。なんやろな、こだわりはあるやろ絶対。基本的に美容室行くのが苦手なんですよ、うん、だから伸びても
はそのセットとかにめんどくさいタイプなんで、うん、もうセット戦でももうパーマがあった方が楽かなっていう。楽、うん、なるほどね、うん、何も触らんでももう決まってるみたいな感じになる、ね、それなりになるかなっていうまあ自分はそうですね。でも単発にせえへんや。単発にせえへ ん, なん、まあ、顔の余白を隠したいですよ、ね、顔の余白を隠したい顔大きい顔の余白を隠すためにやっぱ長めになる。なんでそう言ってたじゃん。もうなんかアイドルみたいじゃないですか。もうここを触覚やって顔ちっちゃくする。いやいやいや変わらんで自分も。いやそういう趣味じゃないですもん。俺ちょっと前まで長かったけどなんかボーンなってた。そうっすね。あれはなんかちょっと結びたくなったんで伸ばしてたんですけど、結んでたらなんかちょっとこの頭皮が気になってきて、あーなるほど、ね、こう引っ張るから痛むもんね。そう、それが嫌でちょっと断念しましたこの撮影のだから前先週まで全然違う髪型やったのに、いやいやこの撮影に向けてバッチリ、バッチリ向けてって、それが適当なやつ。な、今もセットしてるし、セットしてる、あの各自はセットしてるし。せっかくやったらさ、しっかりしたいやん。いや、俺がしっかりしてないいや、言ってたよ。夢があるやん。言ってたよ。でも気になるんやね。サッカー選手やっぱ髪型とかな。まあそう。いや、俺できる似合うやったら坊主がいいっすもん。それは何？本当に似合うんやったらね。でも顔の余白全然違うから顔の余白いいなそのワードやな気に入ったちょっとおもろいな顔の余白を隠したい。そう、隠したいんですそれだったらヒゲともみあげつなげたりとかしてたらいいよ。もしたらちょっと余白が減るよ。ちょっとうるさいっす京都府在住27歳荒木大吾です。園田選手に質問です。園田選手はサンガに移籍してくる際に、僕とタカのことが嫌で遠くに住んだと聞きました。近くに引っ越してきた理由を教えてください。ガックンは今日のモットーを言ってください何今日のモットー何なんで俺の家のこと言うの確かにほんますぐ引っ越したもんな。すぐ引っ越したよな、うん、俺は甲府から来て、で2人はエスパと、ジュビロで、もう1人カザキ持ってるんですか、うん、カザキがマリノスから来るから、いやな、なんか J1 で同い年ぐらいで今 J1 でやってて、もう俺絶対打ち解けれんわって思って、しかもなんか分からんすけどタカとか、まあ、大悟くんもそうやけど、うん、ちょっとこう、尖って見えたんですよ、俺からなんか、なんかあれやなと思って、うん、会ってから家決めるってなったら、近くになりそうだったから、うん、さっき決めたら思ってそこまであんまり考えてたんや。そうそうそう。ほんで、なんで引っ越した？いや、やっぱ京都に住むなら町の近い方がいいかなと思って。ああ、ちょっとハズレに住んでてな。そうそうそう、ハズレに住んでたから、うん、まあちょっと市内に近い方に行きたいなと思っていや、本当にこれだけは言うけど、別に高とか大学の近くに住みたくて行ったわけじゃないではないの。誤解を解きたいんだ。それはもう誤解を解きたい。何言っても無駄それはもう結果がもう近くにやから質問の前からそれかなってみんな考えそれだけは違う。それはもう関係ない。もう関係ない。俺がそこに住みたかっただけで、全然近くにおらんでも全然よかったんですけど、たまたま近くやったっていうだけなんですよ。で、近くになってからは一緒に飯とかめっちゃ行ってますね。行ってるんかい行ってるな。いつねっすよ。昼も夜も行ってるというか行く前より行った後の方が楽しい。悔しいけど。ガクジは今日のモットーになった今日はね、このイレブン級のモットー、僕のこと知ってもらって、うん、やっぱ26番のユニフォーム買ってスタジアム来てくれる人を一人でも増やすことですね。いや違うの違うのそうだな。そういうことやろ、うん、そうですね。ちょっとモテようとしてるな。ちょっ
とモテようとしてる。モテようとしてんの？何が？いや、いいと思います。俺もそんなモテたいですよ。男でいる限りモテたい気持ちありますよ。もそりゃそうやろ、でも。ユニフォーム26番あったらそれは嬉しいやん。じゃあ、今日のモットはモテる。そうやね。そうやな。そう。OK。クリスさんちょっとカッコつけるか。京都市在住45歳、市川雷蔵さん。お二人とも昨シーズンよりサンガに加入していただきましたが、サンガを選んでいただいた理由は何でしょうか？が一つ目。また、試合中で得意なプレーやここを見てほしいなど、お二人の特徴を教えてください。よろしくお願いします。僕はカターレ富山っていう J3 のチームを契約満了になって、まあ代理人とかいないんで、とりあえずキーパーコーチの富永さんが大学の時にお世話になってたんで連絡したら、じゃあ京都来いよみたいな感じで誘ってもらいました。富さんそんな力あるの？ありましたてか代理人いへんねん。その縁があってよかったね。じゃあもうそれ大学時代、そうですね、代理人つけてないんで本当にチームなくなったらとりあえず富さんに電話してましたね。あ、そう。恩人。恩人やん、めちゃめちゃ。その感じ全然出さへんけど。いやいや、思ってますよ。思ってるけど、そんな、今もう、そんなね、ありがとうございます、ありがとうございますっていうのもまた違うじゃないですか。そうや、全然違うことないと思うけど。プレーで、そうですね。だから、ね、お返ししたんですね。じゃあ、ソネは？京都。行きたかったから京都に行きました。そうね、まあ、甲府からやもんな、はい、甲府で結構活躍してたもんな、その前の、来る前の年。まあ活躍してたもんな。してた、はい、結構点取ってたやろ。はいね、何点取ってた？言わんといて恥ずかしいから。そんな取ってないやつ。もう10点ぐらい取ってるからような言い方だけど。そんなもう後で調べてくれたら分かるから、取ってないやんってなると思うけど。いや、たまたまね、京都と試合したときに、点取ったんだ。その 前の年に、うん、で、まあその大学の滋賀やったから、関西のチームいいなって思ってて、うん、で、京都からオファーをいただいたんで、しかも京都が一番最初にオファー出してくれたんですよ。あ、そう、うん、そうそれで、じゃあ、ついっていう。へぇー。歌川が来たからとかだったよね。歌川についてた。まあ、そう見えますよね。でも、あれやんな。さっき、じゃなかったっけ？そうですね。な、こんなん言ってたよね。うん。でも、3年目ですからね、歌さんと同じチーム。そうやな。長い、一番長いですよ。一番長い、一番仲良しやのに。全然そんな感じ見せへん。そんな感じ見せへんな。嘘。うん、仲いいと俺は思ってますかって。でもすごいからあんま近寄れないですよ。それは分かる。確かにすごいな、うん、恐れ多い。ガクさんと違うんですよ。だからガクさんのバーッて試合中ちょっとうるさいけど、うたさんに言われても、はいってなるから。そんな違います？うるさいな、もうそんなコーチングせんの分かってんねんね。そう知ってること言うなよみたいな。めっちゃ喋るやんと思うんですよ。合図してやん。これでも聞こえてんのかなって思いますもん、こっちは。じゃあ2つ目か。試合中のプレーブ、ここ見てほしい。2人の特徴を教えてください。3つも悩むんですよね、これ。自分のアピールポイントはみたいな、ズバ抜けてるもん自分ないって感じてるんで、なんか何でもそつなくこなすタイプのキーパーって思ってるんで、うん、そうですかね。違う。そつなくこなしてるな、今日も。見るようにします。コーチングじゃない。コーチングと、まあ、バントキックとかさ。張さんに今年コーチングは技術って言われて、あ、それそういう考え嬉しいなって思ったから、確かにコーチング、そうですね、コーチングにします。じゃあ、それは。いや、俺も一緒です。あんまよくわからない、自分が模索中っすね。ああ、模索中、自分の特徴が分かってへんってこと。分からんくなった。
前は何やと思ってたんじゃん。大学生の時足速かったんですよ。おうでも肉離れを繰り返すにつれてどんどん足遅くなってるから、うん、分からん今もう何しようか怪我しすぎて俺が思うの言っていいじゃん、ソネの動画帳。包丁欲しい。まず動き続けられること、攻守でずっと。それは。うん。と、ソネが入ると、ボールが流れる、ゲームが流れる。メモメモ。確かに。止まるときってあるやん、パス、パンパンパン回してて、チーム回してて、あそこで引っかかるとか。じゃなくて、ソネがいると、こう、そこでテンポが止まらずに割とこう流れていくっていうのはすごくなんか俺はソネのいいとこだなと思ってめっちゃ褒めてるよ。あれだしでも動きの量とか自信あるよ。まあそうです ね、 もう、うん、でも止まってる方がいい時もあるけど動いてもらう時もある、うん、ちょっと今ねそこ結構この時期ずっと考えながらやってるんですよそうやな、うん、ポジショニングな。そう、うん、動きたいにうずうずしてもて、うん、動いちゃっていなくなる時もあるから、まあ、今はそこいろいろ考えながら、まあ、模索してる1年でしたね、今年は。常陽市在住20歳翔さん、太田選手へ質問です。太田選手は身長が190センチとかなり大きいと思いますが、どうしてそんなに身長が大きくなりましたか。絶対来ると思った。また小さい頃から大きかったのですか。大きい方だったっすけど、ズバ抜けてはなかったです。もう中学生までは160後半とか大きいよ。お前やでも普通に県選抜とかやったら180超えてるやつとかいたんで、うん、それに比べたらそうですね、全然大きくなかったですけど、中3から高1にかけて16センチ伸びて一気に1年で、そっからっすね大きくなったの。なんかしてたことあるの。もうめっちゃ寝てたのとめっちゃ牛乳飲んでましたもう中学生までは夜9時に寝て朝7時に起きてみたいな生活、健康的な生活ですね。ずっと、もう早寝ろって言われてたの。身長何センチあるんですか。190やけど、それは思ってる実際188めっちゃモテようとしてるやん。うわそれはめっちゃモテようとしてるやん。違うんですよ、これ大学の時からずっと言ってて、188と190やったらプロの目に留まるあれも違うかなって思ってたんですよ。190センチのこいつ190センチなんやみたいな、そういうところからちょっとアピールしようかなって思って、それで大事ですね。大事ですね。モテようとする気持ちな。モテようとする気持ち。大事。もう全部モテようとしとるよもうなんか。痛いわ。気づいてくれました。それを言うな。そういう風に見られてるってことやね今日。よかった、今日気づいていただけて。次、京都市在住31歳山ちゃんさん、両選手に質問です。スタメンでお二人の活躍する姿を楽しみにしておりますが、一方でチームスポーツであるがためにベンチスタートの時もあるかと思います。ベンチからスタートの時はどのような気持ちで準備していますか。キーパーとフィールドの違いはありますでしょうか。また太田選手に質問です。フィールドでやってみたいポジションはありますか。よろしくお願いします。フィールドでやりたいのはやっぱフォワードっすよねやっぱり点取ってみたいですよね、そりゃ。まあ、せな。逆、ある他に、他のポジションでやってみたいとかある？それもない。今のところがいい、うん。絶対。逆にキーパーやりたいと思う。絶対や、キーパーが一番やす。だってもうすごいプレッシャーじゃないですか。キーパー、ガクさんを除いて、うん、キーパーの人、偉いと思いました。こんなに言ってるよね、もう絶対思ってくれてますよ。すごいと思う、キーパーを選んで、キーパーでプロで。いや、ほんま、その通りだと思う。尊敬の眼差ししかないですもん、ガクさんもそうやって。覗いてな。俺も含めるそうなったら。じゃあ、ベンチスタートの時はどのような気持ちで準備してる、2人は。まあ、でもスタメンの時とあんまり変わらんかも。自分がベンチやから、ちょっと、
ゆっくりめでいいやとも思わし逆に冷めやから焦らなとも思わし、うん、いいか悪いか分かんないし、学児はそうですね、ベンチで見てて今こういうゲーム展開やなとか、自分がもし交代したらじゃあこういうプレー心がけようとか思ったり、逆に試合出てる選手に今こんな感じやべみたいなをなんか言うことあるかなとか、なんか探しながら準備してるというか、うん、っていう感じですかね。すごいすごいキーパーってさ、めったにないやベンチから要は交代で入るって、もうジュビロ戦ケイちゃんちょっといたるじゃないですか、うんうん、うわケイちゃんこれやばいかなとか思いながらちょっとドキドキしました。ドキドキするやろ、なんかフィールドやったらさ大体交代があるから準備してます。そうそう準備できてるけどさ、キーパーってこうそこら辺の持っていき方むずいよ。そうめちゃくちゃなんか交代したばっかやから打ったろみたいな感じで相手思ってるんちゃうかなと思います。準備してます？準備はしてるよ、心は準備はしてるよ、けどスパイクは履いてない。履けよスパイクも履いとけよ。モデルとしてはそれかっこいいなと思ってちょっとそれはほんまに怖いです。それはそこを飲んでようと思ったらほんまに痛いです。京都市在住52歳久美子さん、太田選手、曽根田選手への質問です。曽根田選手はドラちゃんというニックネームがありますが、いつからそのように呼ばれているのですか。また太田選手、曽根田選手が一番欲しい、使いたいと思うドラえもんの道具は何でしょうか。ドラえもん縛り。え、ドラちゃんって言われてたの。言われてました。着々ね、足が短いからね。あ、それな、そういうことな。そうそうそう、体型の問題。体型がドラえもん体型やからドラちゃんって言われてる。タカとかさ、その大吾とかその仲いいメンバーが言い出したと。前々から興奮の時も直接言われて、言われてたんや。そうなんや。言っても言われんだよ。学児はなんか呼ばれてたらある。エヴァンゲリオンとか。エヴァンゲリオンはエヴァンゲリオン失礼です。そうかごめんごめん。ハルキがめっちゃ言います。エヴァンゲリオンは。あそう。ハルキが練習中に何処方機とか練習中に言ってくるんですよ。あとまあ庄司君が。樋口くんって言いますね。あのヒゲ男爵の樋口くん、ね、なんかパームかける前、うん、クイーンってちょっと外羽やったんですよ、うん、なんで外羽にしとったじゃないですよ。これは別にモテたいんじゃなくていやモテたいよそれやろ。クセッケなんそれしかないやろ。そもそもクセッケなんですよ俺は。言ってほしかったな。外羽なんかもうじゃあほんまに言ってほしかったな。今もお前言ってほしかったわ。まだじゃあ最後の使いたい、欲しいドラえもんの道具。そめっちゃあるんですけど。めっちゃある。1個だけ、1回しか使えへん。1回しか使えへん。タイムマシン。いや、もう分かる。1回しか使えへん。そうっすね。1回しか使えないとタイムマシンっす。いや、なんずるじゃあ何回もやったらどこでもドアやけど。いろんなとこ行きたいし。過去に戻りたいこと先に行きたいってこと。いや、過去に戻りたいです。過去に戻りたいやん。キーパーじゃなくてフォワードやそんな過去に。そうなんや。何回変わろうと思ったことが。いつそれは。でも小学校の時も変わりたかったし、中学上がる時も中学を機にキーパーやめようと思ったんですけど、俺しかいなかったんで俺がキーパーやってもう高校まで行ったらちょっとやめるにやめれんくなってこのままキーパー続けてます。嫌やったんですよキーパー。嫌やったよ。だって打って打たれて入ったら文句言われるし止めろよ言われるし。そうですよね。大丈夫、キーパーになりたい子供たちもいるかもしれんで止めるのは楽しいですけど、それを言う環境をなんとかしてほしいですやっぱ小学生とかそこでめっちゃ言うんすよ取れやお前取れよとかキーパーしっかりとか言ってくるんですよ確かにな、それ考えたことなかったわ。ソニーはあ戻りたいですね。戻りたい。いつに戻りたい。サッカーをやる前
小学校の時はずっとサッカーやっとったら放課後に練習があるじゃないですか、うん、あ今から練習やでサッカーってずっとやってくるじゃないですか、うん、練習ってあるみたいな。でも何もしてなかったとしたら今日はどこどこ行って遊ぼうやとか、うん、で高校生ぐらいやったら今日あのマクドで話そうやみたいな。あやりたかったんですよ。それわかるわ。すっげえやりたかったんですよ。サッカーやってるから学校楽しくなかったし、うん、あ授業終わってまうやんみたいな。確かにな。だからサッカーやる前に戻って何もしないこう部活とかも何もやらん生活を送ってみたいな。友達が少なそうに少なくなりそうじゃないですか。そんなにまだまあ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 それもまあまあ学びや。サッカーやる良さもあるからな。チームプレーでさうで、ね、こう思い合ってさ、ね、いろんなことを考えたりとかな。サッカーやっとって今日練習した練習やって思って練習やった時あります。ほんと数えるほどしかなくないですか。どんな気持ちで練習してんの。これいいっすかこれ。スンってこう無で行くことはあるけど、じゃあ今日練習やるぞみたいな感じで練習やることってなくないですか。全然ある。ある。うん、その大学1年とか嘘めっちゃそうめっちゃシュート打ってもらいたかったもん。そうなんや。でもそれさ思ってたらもう楽しないやんし、なんかこうためならんやん。やってたら楽しいんですよ。ああさあ練習始まりますじゃあ例えばアップ始まります、うん、それでも楽しいんですよ、うん、家が好きなんですよ。昔からもう小学生の時から家が好きなんですよ、うんうん、で家からこう出るのがもう憂鬱なんですよ。インドア派なんやな。インドア派なんですよ。サッカーやってなかったら多分すごいヤバいやつだよ。お前じゃあやっててよかったよ。本当によかったよ。あかんよ、タイムマシンで。そうかもしれない。今気づきました。動画のご視聴ありがとうございました。これからも京都サム FC をよろしくお願いします。この動画良かったと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。